カプセルプラレールでサスケ第12回大会グランドオープンです。さあついに12回目を迎えることとなったカプセルプラレールでサスケシリーズでは早速スタートです。さあついに12回目を迎えたカプセルプラレールでサスケ、最初を語るのはナンバー1番いい動きクリアグリーン。さあどうでしょうか、新しくなったファーストステージ、また高さが高くなった。さあ最初片付けスタート。さあまず6段跳び、難なく越えていくバランスリング。さあ曲がる橋を越えて、さあ2年になったドラゴングライダーで転落、いきなり落ちていった。今大会の最難関エリア、2連ドラゴングライダーで散ってしまった。ここが今回の難関となりそうだ。さあナンバー2番いいロッケクリアレッド、スタートしました。さあここを進んでいくいいロッケ、さあここまで順当に進んでいく2連ドラゴングライダーをいきなり攻略。これはファーストステージクリアか。最後の2連になった S 字カーブを越えてまさかのファーストステージいきなりクリア。まず最初の成功者、いきなりファーストステージをクリアした、お見事。さあいきなりクリアしたかけて歓喜が沸く畳山、ナンバー3番は D51 スタート。さあ全枚そして用の D51 スタート。おっとどうした、曲がる橋でいきなりリタイア、ここで牙が向いてしまった。ついに12回目を迎えることとなったカプセルプラレールでサスケ、今大会のファーストステージのエリアの紹介を行う。第1エリアは6段跳び、第2エリアはバランスリング、第3エリアは曲がる橋、第4エリアは第9回大会で100両が消えた魔のエリア2連ドラゴングライダーです。最後第5エリアは急カーブレーグ 2.0、 あの急カーブレーグがさらに進化を遂げました。全5エリアの今大会のファーストステージ、果たして何両がこの超難関ファーストステージをクリアするのでしょうか。さあナンバー4番 DF200 レッドペアスタート。さあレッドペアの挑戦が始まった。ここあたりでは問題ないでしょう。さあ2連ドラゴンライダーをどう攻略するか、ここでリタイア。さあナンバー5番、2024年に引退予定 6%3K サンダーバード、いや失礼、正式には引退はしませんが区間が短縮されます。さあ北陸新幹線には負けてがんない、ショート動画で1万回回ったこの車両、さあ行けるか。スタート。さあ 6%3K 北陸特急サンダーバードスタート。さあどうでしょうか、ここを越えれば一人前へ行った。ファーストステージクリアか。この急カーブスタミナが重要視されがる、ここを越えて越えられない、ファーストステージクリア目前、ここで波乱が起きる。まさか 6%3K ファーストステージクリアならず、ここで無念の涙を見ました。ナンバー6番151系小玉スタートしました。151系小玉の挑戦が始まった。さあどうだ、どうした、ここで止まってしまった。どうでしょう、さあファイナル間2連ドラゴンライダーで2連絡落ちてしまった。ことができるのか、ここを越えればクリアが見えてくるが、ここでいないよ。さあ2連ドラゴンライダーです、ここを越えていけない連絡、この辺りで上がりが決めいかない。さあどんな2連ドラゴンライダー、おっと落ちたか、落ちた。さあナンバー11番エノデン100型、さあエノデン100から挑戦始まった。エノデンの力見せつけてやれ。さあ2連ドラゴンライダーをここを越えていけない、脱走、ここで脱走、これはリタイア、これはコースアウトになります、ここで残念。ナンバー12番新800系新幹線ツバメ、さあそう考えられているこの車両、落ちたー、いきなり転落、
さあナンバー13番789系ライダック、スタートしました。ライダックの挑戦が始まった。元スーパー白鳥789系、さあ2年ドラゴンライダーを攻略できない。さあナンバー14番は22519千枚仕様です。9千枚初のクリアとなるか。スタートしました。さあ全然走りが違う、滑らかな走りをする9千枚車両。この辺りでくじけるわけにはいかない。さあコースアウトは顔面いった。すごいスピード、なんというスピードが滑り落ちる。ここで油断しなければファーストステージのクリアが見えてくる。いった、9千枚初のクリアは2251、見事にここをクリアした。今大会2両目のファーストステージクリアだ、お見事。ナンバー15番新世代の新幹線 N700S、 スタート。さあ新時代の香りがする N700S、 ここは1回クリアしておきたいところだが、こんなとこまでいたいよ。さあどうでしょうか。16番目ニッパー7系コウノトリ、スタート。コウノトリやってきた。この辺りでリタイアするものな車両ではない。さあここも越えていく。2年ドラゴン電卓、大胆なく起きた。さあナンバー17番 E4 系マックス9塗装、スタート。こちらも9千枚、動きが滑らかです。ファーストステージをクリアすることができるのか。ここを越えていく、いったいった。今回9千枚車が熱いぞ。 S 字カーブ難なく越えていく。ここをファーストステージを越えていった。3両目のファーストステージクリア、ここも見事に越えていく。ナンバー18番江ノ電9500型銀電、スタートしました。銀電スタート、この独特な形、独特な形状、さあいかにも手抜きがしい。さあどうだ、落ちた落ちた落ちた、いきなり転落だ。いつもさすがの挑戦が始まる。おっとどうしたんだ、ここでまさかのリタイア。落ちました、ラピード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 、どうした。さあ53系ナビテクスプレス挑戦が始まったところでリタイア。さあナンバー22番02系マグノ内線、スタートしました。マグノ内線挑戦スタート、ここで落ちるわけにはいきません。さあこここういうことが許されるのか、いった。さあどうだ、ファーストステージ今大会4両目のクリアとなるか。最後のところも乗り越えていった。ファーストステージ4両目のクリア、02系マグノ内線。さあナンバー23番100系スペーシア、スタートしました。東武100系スペーシア、超最高の至高の客室、新型車両が出ても衰え向けハイは一切ない。ここもクリアしていくスペーシア。さあファーストステージを久しぶりにここを越えていく。ファーストステージクリア、2両続いてのファーストステージクリア、お見事クリア。ここは流れに乗っていくか、一体乗った。なんだ、千枚の調子が悪い。ここで千枚が壊れる、ここで止まった。複数ことはできるのか、ここが鬼門となっている。どうだ、バランスを崩した。さあナンバー27番 E3 系翼、スタートしました。 E3 系、さあ新型車両への置き換えが決まった E3 系、ファーストステージをクリアして引退を阻止できないか。どうだ、いったいった、バランス崩したがギリギリで持ちこたえた。さあどうだ、ここも超えた。ここでファーストステージクリア、6両目のクリアだ。 E3 系翼、実力を見せてファーストステージをクリアしました。エンジニアもういませんが、さあどうだ、落ちた、いきなり転落。ここのドラゴンライダーは先輩が力が入る。ここで打った、クリアは通過点になるのか。どうだ、いけいけいけだね。さあナンバー31番
遅刻。スタート。北海道新幹線がここでついにやってきた。ファーストステージを駆逐することはできるか。ここもクリアしていく。 H5 系今大会7両目、早くも7両目のファーストステージクリア。 H5 系やりました。ナンバー32番、 E4 系 MAX 新塗装がいきます。ファーストステージ挑戦が始まりました。さあ曲がる橋越えて2連のドラゴン、おっとどうした、引っかかった。この角度はなんとも無念。さあやってまいりました、ナンバー33番、 24K MAX 連休スパーツスキースタート。さあ16両編成の場合、世界最小と1600人以上運ぶ連結パーツを再現した車両、いった。まさかの行ったな、ギリギリで越えていった。あとはスタミナだ、あとはスタミナ、問題ないか、問題ない。クリア、8両目のファーストステージクリア。ここも越えていく。 24K MAX 連結バス付き8両目のファーストステージクリアとなりました。ナンバー34番、 E1K MAX スタート。 E1K、さあどうだ、ちょっとバランスが危ないか。この辺で止まりそうな気配、止まってしまったか。これでここでリタイアだ。さあナンバー35番、東京メトロ9000系さあ行きました。南北線の9000系がスタート。実力をかけて戦い、おっと痛い痛い痛い、落ちた。いきなり落ちてしまった。これはどうしたか。さあナンバー36番、 E2K 連結パーツ付き。さあスタートしました。 E2K 連結パーツ付き、ここで先ほどのメトロはやかれだ。さあどうだ、落ちた落ちた、ここで落ちてしまった。さあナンバー37番、湯布院の森森森行きました。さあ湯布院の森挑戦が始まった。さあどうでしょうか、ちょっとバランスが危ないか。危ないぞ、危ないな、危ないぞ、危ない、落ちたー。ナンバー38番、江ノ電新500型スタートしました。江ノ電の新型車両です。さあここを進んでいく、江ノ電唯一の新型車両、ここも越えていく。いったか、落ちたか、落ちた。最後にやられた、残念、無念。さあナンバー39番、江ノ電300型青電。さあ挑戦が始まりました。江ノ電300型青電がスタートした。この辺りで落ちるわけにはいきません。さあゆっくり進んでいく、体力は、おっとどうしたどうした、引っかかった。ここでリタイアだ。さあナンバー40番はヒエイ、あとヒエイ始まった。ヒエイヒエイ、どうしたんだヒエイ、ここでリタイア。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 YouTube の他に Twitter、ブログもやっております。ぜひ見に行ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。